ジョン・チャーチル、初代マールバラ公爵、ジョン・チャーチル、1650年5月26日から1722年6月16日、グレゴリオ歴6月27日は、イングランド及びイギリスの軍人、貴族、停心として出世を遂げるとともに、スペイン継承戦争で軍祭を発揮して、一代でイギリスの名門貴族マールバラ公爵化を起こした。 イギリス首相、ウィンストン・チャーチル、イギリス皇太子妃、ダイアナ・スペンサーの先祖としても知られている。1650年、新京都革命に伴うイングランド内戦中に、王党派のジェントリ、ウィンストン・チャーチルとエリザベス・ドレーク夫妻の子として、デボンシャーで生まれた。姉アラベラは、父とアーリントン博ヘンリー・ベネットの地旗で宮廷に、使えようくこう、ジェームズ、 後のイングランド王ジェームズ二世の愛人となり、二人の弟ジョージとチャールズはそれぞれ海軍、陸軍に入った。また、バッキンガム公、ジョージ・ビリアーズは母方のーババの弟で、イングランド王チャールズ二世の愛人バーバラッパーマーは、母のまた十枚に当たる。1660年に王政復古が実現して、チャールズ二世が即位した後、姉アラベラが、 王帝のヨーク公の調和を受けるようになったことと、父とアーリントンの縁で16歳の時、ヨーク公配下で軍人となった。1668年から1670年は、モロッコのタンジール、当時イギリス領の守備隊に加わり、帰国後の1672年からは、同盟国フランスが起こしたオランダ侵略戦争に従軍し、30年戦争における、 フランスの英雄トゥレンヌスイの治遇を受けて、その軍災を見出された。後に敵となるビラールとブーフレールとも人中で知り合い、末期には、ヨーク公の老いで、娘メアリー、後のメアリー二世の夫でもある、オラニエ公ウィレム三世、後のウィリアム三世の連絡役を務めた。姉が産んだおいジェームズとも後に敵として退治することになる。チャーチルは1674年に、 イングランドに戻り、1678年に、ヨーク公の宮廷の女官サラ・ジェニングスと結婚した。大い排除法案で、ヨーク公がイングランドから亡命した時は、チャールズ2世との連絡役務め、1682年には、スコットランド貴族に助せられ、ロードの借位を得た。1685年に、チャールズ2世が死去し、ヨーク公がジェームズ2世として即位すると、 チャーチルは新国王の信任を受け、イングランド貴族に除せられて、男爵の爵位を与えられた。同年に、チャールズ二世の諸子モンマス公、ジェームズ・スコットの反乱鎮圧に尽力したが、カトリック信仰のジェームズ二世とは違いプロテスタントを、堅持していたため、次第にジェームズ二世に、不信感を抱いた。1688年、ジェームズ二世が、議会の支持を失い、 オラニエコウウィレム三世が軍を率いて、イギリスに侵入すると、ジェームズ二世は、チャーチルを軍の司令官に任命し、侵略者を打ち破るよう命じた。しかし、チャーチルをはじめとする軍隊は主君を裏切って、ウィレム三世に従い、名誉革命が実現した。1689年、ウィレム三世とその妻メアリーが、ウィリアム三世、メアリー二世として即位すると、 チャーチルは擁立の功績をもって、数密顧問官に任ぜられ、マールバラ伯爵に除せられた。大同盟戦争が勃発した1689年に、スペイン領ネーデルランとゲンベルギーのワルクールの戦いで、フランス軍を破る戦果を上げ、翌1690年に、フランスの侵略を防ぐため、アイルランド南部を抑えると主張、認められ、直ちに、コク、金セールを落として、 任務を果たした。しかし、ウィリアム三世からはあまり信頼されず、大陸に亡命中の九州ジェームズ二世と秘密裏に、通信を続けている県議より1692年1月10日に、罷免され、5月4日には、ウィリアム三世の暗殺計画に関わっているとして、ロンドン島に投獄されている。すぐに無罪と分かり6月15日に、釈放、1694年に、 宮廷への出資を許されたが、養殖につけないまま私服の時を過ごした。1696年に発覚した、ウィリアム3世暗殺未遂事件で逮捕された男が、関係者として、マールバラの名前を挙げたため再度は入れる災難にも、見舞われている。1702年、前年の1701年に、ハプスブルク家が断絶した、スペインの王位に、フランスのルイ14世が、 孫のフェリペ5世を送り込んだことに、オーストリアのハプスブルク家が反対して起こったスペイン、継承層が、マールバラの名声を歴史に残すことになった。フランスとスペインが将来同訓連合になって、強大化する可能性を恐れた、ウィリアム3世のオランダ及びイングランドはオーストリアに、加担するとを決め、フランスと先端を開いた。マールバラは戦争勃発前に、ウィリアム3世と共に、 オランダに渡り、ハーグで、オーストリア・オランダとの大同盟締結に尽力した。戦争を開始した直後に、ウィリアム三世が死去すると、マールバラの妻ラの友人でもある、ウィリアム三世の義妹、メアリー二世の妹アンが女王として即位した。戦争は新女王の下で遂行されることになり、妻の縁で女王の信任を受けることになった。マールバラは、ガーター君尺氏に助君。 大将軍と暴動部オードナンス長官に任命されオランダは立ったが多国籍軍となった同盟軍の総司令官を誰にするかで各国は調整に難航したオランダはボイン側の戦いやウィリアマイト戦争で有名をはせたアスローン・ハク・ゴダード・ドゥ・ギンケルを今日安城をも当初は最高司令官に夫のカンバーランド校ージを進めていたが最終的には マールバラをイングランド王国の陸軍最高司令官、ジェンリリシモ・オブラーランドフォーセスにした上で、同盟軍の最高総司令官に任命した。また、マールバラの友人である、トーリー島のゴドルフィン・ウンハク・シドニー・ゴドルフィンが、大倉卿に就任し、党派にとらわれない、中道派として、軍を率いるマールバラと協力して、戦争を推進することになった。大陸に上陸した。 マール・バラは内面編でオランダ軍と合流し、スペイン領ネーデルラントのムーズ川流域のフランス軍防衛戦を脅かした。しかしオランダはマール・バラに対して政府委員を2名派遣し、軍事作戦に対して事前許可制をするように要請したが、彼らはあくまで軍事的専門家ではなく、連邦議会選出の議員であったため、軍事作戦に疎く、 初戦において決定的な勝利を逃す要因となっていた。しかしながら政府委員をマールバラ及び本国のゴドルフィン、オランダのアントンヘインシウスらが説得したことで中盤比較的順調に進み、ブーフレール率いるフランス軍を本能。10月23日にはムーズ川流域の主有リエージュを占領することに成功する。マールバラはこの功績により公尺に昇着し、 マールバラ校に除せられた。1704年に入ると同盟国は大きな危機を迎えることになり、重要な同盟国であるオーストリアが危機的な状況に見舞われていた。この年、ウィーンでは、東からはオーストリアからの独立を求めるラコツイ、フェレンツ2世がハンガリーで独立戦争を起こし、西からはかねてから神聖ローマ皇帝位を欲していたバイエルン戦帝校。 マクシミリアン二世が、フランス軍の将軍タラール博及び、マルサン連合して西からウィーンへと進軍していた。危機的状況に際し申請ローマ皇帝レオポルト一世は、中ロンドンオーストリア全権大使のブラティスラフ、伯爵に対し、イギリスへの援軍派遣要請を指示し、アン女王に対して、ブラティスラフが単眼文を書いている。女王陛下におかれましては、 ビ度グ高騰により大量のフランス軍がバイエルニへと侵攻したこととハンガリーで同時期に発生いたしました反乱による我が帝国の窮状をお伝えいたしましたが我が帝国はこれによりかつてない不安と混乱の中にあります。女王陛下と陛下の大臣諸教におかれましてはマールバラ公爵閣下への格別な計らいが可及的速やかに行われ、 ハーグに到着される閣下にご命令が誓いなく届けられ、すでに始まっている行く先をこれ以上遅らせないようにしていただきたく思います。閣下は帰国を立たれる以前から書状において戦術を思い描いておられており、我が帝国と皇帝陛下をこの受難から救おうと思案されております。女王陛下におかれましては、ヨーロッパの自由のために陛下のお力を持って、 同盟諸国への援助拡大と閣下をして速やかに帝国を支援するために政府委員諸教と協議をされるか必要最低限な兵力を派兵していただきたく思う所存であります。帝国を崩壊から救うため私自身信じたくはございませんが現在ネーデルランド国境付近に駐留している帰国の軍を広大河川と大地によって守られている定地諸国にではなく フランスの放火と県に脅かされた我が帝国へと派遣していただきたいのであります。また、先に我が帝国と帰国及びネーデルランドの3カ国で結ばれた条約を変えりみると我が帝国を救うことは他の同盟諸国の利益にもなることであるので、陛下におかれましてはバイエルンにおける我が帝国軍を支援するために援軍を派遣されることを切に所望するものであります。 イギリス政府とマールバラ公自身は援軍の派遣の必要性を十分に認識していたため問題にはならなかったがここで問題なのはオランダの反応だったまず大きな問題として仮にマールバラが連邦議会に1 7 0 4年の作戦案を提示したとすれば政府の反応は必ず降下するであることは目に見えていたなぜなら連邦の資金と軍隊を祖国を守るためでなく はるか遠方のオーストリアを救援に使うことは矛盾しており、かつ、未だ、フランドル戦線においては、ビルロワ湖を率いるフランス軍が国境付近に中止しており、遠征に部隊を割いたために本国がフランス軍の猛攻に見舞われる恐れが大きいからだ。事実、1704年2月にハーグにおいて、マールバラは、連邦議会と兵の構成、配置に関して、 未だに決定案が作れずにいた。オランダ側に対して、マール・バラは、作戦案を数回にわたり、変更を加え、モーゼル川流域での作戦承認、実際は、ドナウ側へ遠征を求めていたが、一時の安全を求める、先見性のなさと、優柔不断性により、ゼーラント州とフリースラント州が反対していたため、初動作戦が襲っていたのである。これに対して、マール・バラは、 ゴドルフィンに対してこう述べている。この作戦において、彼ら、連邦議会が取ろうとしている手段は、私に言わせれば大きな過ちであると思います。彼らは、モーゼルガー流域へ1万5000人の兵を派遣し、残りは、フランドル戦線へ残そうとしているようですが、そのような資料に書いた作戦は敵に対して、ただただ進仰の機会を与えるだけに過ぎないのです。 私は確信を持って言えますが、もし彼らの考えを変えることができなければ、この作戦での勝利はほとんど確信が持てないものとなるでありましょう。5月、マール・バラとフランス軍はライン側沿いで追いかけっこを演じ続けたが、フランス軍はドナウベルトに近づくまでマール・バラの真意に全く気づかなかった。これはマール・バラが意図を悟られることを避けるために、行軍の途中で、 ルールモンと、コブレンツ、フィリップスブルクで、牽制のための行軍計画を立てていたからである。フランス国内に侵入する素振りをあえて見せることで、マールバラの本来の意図を隠していた。こうして行軍がスムーズに、かつ迅速に行われたのは、ドイツ諸公の支援があったからで、マインズ選定校とトリーヤ選定校は、ボートと荷車を準備して、イングランド軍を待っていてくれた上に、 イングランド軍がコブレンツでマイン川を渡過する際に日本の船橋を建設していた。また、バーデン編強白、ルートビヒビルヘルムは、ブラティスラフの要請でマイン川とッカー川を渡過する、時とフィリップスブルク近郊でライン川を渡る時に橋の架橋工事を行った。フランス軍がマールバラとのライン川での追いかけっこを終えて直接退治したのは、 公軍も、ほぼ目的を達した、ドナウ川沿いの町、ドナウベルト近郊にある、シェレンベルク要塞においてであった。要塞を守るアルコ伯爵は、同盟軍の吸収に対して、応戦をしたが、側面からの奇襲攻撃と、正面からの激しい攻撃に同日中に降伏した、シェレンベルクの戦い。シェレンベルク要塞の降伏以降、マールバラは、フランスとの同盟からバイエルン先邸交を、 単独講和に持ち込むため、バイエルン王国内の戦略的略奪行為を行ったが、バイエルン選定校が範囲しないことを確認すると、再度略奪した後に、ドナウベルトへ引き上げた。8月にライン川で、フランス軍を牽制していたプリンツ・オイゲンが、同盟軍に交流、オイゲンと対峙していた、タラールもアウクスブルクにいたマルサン及びバイエルン、選定校と交流した。タラール。 マルサン領元水と剪定校を率いるフランス軍と同盟軍が衝突したのは南ドイツ、ウルムの東約5 0トルあるブレナム村とヘキシタット村の間であった。フランス軍はマールバラの攻撃を予期していなかったらしく、戦いの起きる8月13日の朝も実に優雅で、呑気な朝食をとっていた。フランス陸軍少将メロードベストルー伯爵の8月13日の朝はに、 驚きの連続であったであろう。私の命令により、従者はベッドを納屋に準備し、私はそこで一夜を過ごしたのだが、彼は農家で寝ていた。次の日、8月13日の朝は6時頃までぐっすり寝ていたのだが、従者の中で一番偉く、私の最も古い一人の召使いが、息も絶え絶えやってきて、私を急に起こしたのだった。彼が言うには、 朝の4時頃に馬にまぐさを与えるために外に出て、戻ってきてから私を起こしに来たらしいのだが、この男レフランスは私を揺すって起こし、すぐそこに敵がいるというのである。彼に馬鹿にされたと思った私が彼に、半ば馬鹿にしながら、じゃあその君が言う敵というのは一体全体どこにいると、言うのかね。と尋ねると、彼はすぐに、はい。あちらに、あちらに。 と言って、納屋の子代を刺して、ベッドカーテンを開けた。ドアが開くとそこには明るい日差しを浴びた平野が広がっており、そしてなんと、一緒に敵の騎兵大隊までもが日差しを浴びて広がっているではないか。私は信じられなかったので目をこすり、そして敵を冷静に観察した。戦闘が始まるまでの時間があることに気づいたので、朝のチョコレートを一杯飲んだ。 フランス軍5万6千と、イギリス・オーストリア連合軍5万2千の間で、行われたブレンハイムの戦いは、マールバラとオイゲンの連携により、フランス軍を撃破、イギリス・オーストリアの勝利に終わった。タラールは、捕虜となりルさんは、ライン側方面へ、バイエルン選定校はネーデルラントへ逃亡。マールバラは、戦後イゲンんらと共にモーゼルガー流域を平らした、後に、イングランドへ帰国した。 この戦いでフランス軍は南ドイツ方面の戦線を大幅に後退させることになりスペイン継承戦争の形成を反フランス同盟側に大きく傾かせる転換点となった。バイエルン制圧後イギリス軍は再びライン側に沿ってネーデルランドに戻った。マールバラはオイゲンと協力して反フランス同盟による大攻勢を準備したが同盟の足並みの乱れと フランス軍の反抗によってうまくいかなかった。それでも1706年にはナミュール近郊で行われたラミーの戦いでマールバラの軍はフランス軍を殲滅し、ブルッセル、アントウェルペン、ヘント、ブルッヘなどスペイン領ネーデルランドの主要都市は皆イギリス軍の勢力下に置かれた。1708年、フランスがフランドルに軍を送って、 再び犯行を開始すると、オランダやドイツの諸領法国家は戦争を渋り始め、イギリス国内でも通り糸を中心に和平の声が高まりつつあった。マールバラは自身の栄光を実現するために戦争を最後まで遂行することを望み、妻さらも友人である女王に夫の意思を伝えたが、平和を望む女王は皿に対する信頼を失い、 コドルフィンも戦争継続と1707年のスコットランドとイングランドの合同によるグレートブリテン王国成立のため議会多数派の保育党と組んだことが女王の不満を招いていった。このような政治的な二役教にあってもマールバラはオイゲンと協力してフランドルのフランス軍に対抗し7月11日にアウデナールでの戦いでフランス軍を破った。 フランドルのフランス軍主力はこの敗戦によって交代し12月9日に連合軍はフランス領フランドルの都市リールを攻略したリール包囲戦窮地に追い込まれたフランスは同盟国との和睦を考えるようになっていった翌1709年フランスと同盟国の和睦が開始されたが会議は決裂したため再戦マルプラケの戦いでヴィラール率いるフランス軍と マールバラを威厳ンラ、反フランス同盟軍は再び激突し、この戦いは連合軍の勝利に終わったものの、連合軍も死傷者、数万の大損害を受けた。マールバラは続いて、フランス領のアルトワ級領とフランドルの所要祭を攻略にかかったが、翌1710年、二つの事件から彼の立場は劇的に悪化した。この年、 アンジョ王とサラの対立が決定的となって女王がサラを宮廷から追放し、ホイック等が選挙に敗れて戦争を推進してきたオ倉クラドルフィンが政権から滑り落ち、代わってロバート・ハーレー、ヘンリー・シンジョンらが率いるトーリー等が政権に就いた。新政権はこれまで取り調べを免れていたマールバラによる軍事費着服疑惑の調査を開始し、 1711年12月21日、オーストリアからイギリスに支払われた軍資金数万ポンドがマールバラによって横領されていたことが報告された。これにより、マールバラは29日に最高司令官の座を失い、間もなく和平交渉が開始された。イギリスに帰国した後も、トーリー藤からの弾劾が続き、翌1712年12月1日に、 ネーデルラントのオステンドに亡命、サラトも合流して、アントウェルペン、マーストリヒト、フランクフルトなど転々としながらもヨーロッパにおける活躍から行く先々で民衆に歓迎された。1713年4月11日、ユトレヒト条約が結ばれ、戦争はフランスの対面を保たせつつもヨーロッパ大陸によるその覇権を大きく傷つける結果に終わったが、最大の功労者である。 マールバラはすでに権力を失っていた。1714年にアン・ジョーンが死去し、当園のハノーファー選帝校、ゲオルクルートビヒが、ジョージ一世として即位。ハーレーラ・トーリー島が失脚して、ホイック島が復権したことによって、マールバラは8月1日にイギリスに帰国して、ジョージ一世の行為で、大将軍と兵団武装官の地位に復帰したが、 もはや名目上の役職でしかなかった。マールバラは1704年にブレンハイムの戦勝の恩賞として、アン女王から与えられた領地にこもり、1705年に着工したブレナム宮殿の建設に専念した。宮殿はマールバラの生前には完成せず、完成は1725年までかかることになる。1722年6月16日、72歳で、 ウィンザーのウィンザーロッジ、後のカンバーランドロッジで死去。意外は、ウェストミンスター寺院に葬られた。後に未亡人となった皿によって、ブレナム宮殿のチャペルに、夫妻の墓地が設けられ、意外はそこに改装されて、現在に至っている。マールバラには相続人として、息子ジョンがいたが創生したため、マールバラクゲを守るために、特別の措置が図られ、爵位の相続権が、 女子にも与えられた。結果、マールバラの次女ヘンリエッタ・チャーチルが、マールバラ行為を継承したが、彼女と夫の第二代ゴドルフィン・ウハク、フランシス・ゴドルフィン、ゴドルフィンの息子との一人息子ブランフォーコー・ウィリアムは1731年に死去してしまった。よって、ヘンリエッタの死後に、マールバラの外孫でサン・ジョアン・チャーチルと、第三代、サンダーランド博・ハク、 チャールズ・スペンサーの間の長男チャールズが、ルバラ公の釈位を継いだ。マール・バラ公・スペンサー家は後に、初代公爵にちなんで生を、スペンサーイコール・チャーチルに改め、現在に至っている。第二次世界大戦期のイギリス首相、サー・ウィンストン・チャーチルは、このスペンサー・チャーチル家の文家の出身である。また、マール・バラ公、チャールズ・スペンサーの老いで同じく、マール・バラ公。 ジョン・チャーチルの血を引くジョン・スペンサーの子孫は後にスペンサー伯爵家となり、その子孫からイギリス皇太子妃となったレディ・ダイアナ・スペンサーが出ている。マールバラの戦略の特徴は、機動性を重視して、当時としては極めて異例な行軍速度を誇ったことにある。彼はそのために事前に兵艦を綿密に計画し、行軍時間や武器の輸送方法を工夫して、兵士の疲労や、 物資の遅延を起こさないようにしつつ、た日に何マイルもの移動を行った。彼はこの機動性を生かして、敵軍の側面からの攻撃を行い、しばしば少ない被害で大きな戦果を上げた。かといって、激戦となった時も、被害を恐れて交代しようとしたりせず、自ら陣頭に立って冷静に指揮を取る勇敢さも持っていた。欠点として、軍事的な才能と同時に金銭に対する、 貪欲さを持ち、臨職でもあり、人格的な高潔さに欠けていたことが挙げられ、栄光に汚点を残すことになった。しかし、司令官悲免の原因として挙げられるリベートは、当時の慣習であり、同盟国は、愚か女王の了解も得た上での行為であった。批判は戦争終結のため、トーリー党が、マールバラを悲免するための口実に過ぎず、講和推進の犠牲にされたとも言われている。 ただし、洗練された優雅な人物であったとの表もあり、外交交渉に出向くこともあった。大同盟締結をはじめハノーファー、プロイセンなど、ドイツ諸公の宮廷に赴むき兵の教室を依頼する場合もあった。マールバラと、たびたび面会したハノーファー大号ゾフィーからは人柄を、称賛され、オイゲンをはじめハノーファー選定公、ゲオルクルートビヒも、マールバラと共に戦ったことから、 信頼関係を結んでいい。このように彼の下で共に戦った軍人たちからは慕われていた。妻、サラ・ジェニングスとの間には二男五女が生まれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。